はい、どうもエナジー福田です。今回はですね、この寝掛かり回収機のルーバーウノが、ふるさと納税の返礼品としてあるということを、YouTube のコメントで視聴者さんからいただいたんで、え皆さんにも紹介しておきたくて動画にしました。まずこのルーバーウノなんですけど、僕も実際かなり長い間使用している寝掛かり回収機で、ルアーア回収率がかなり高いんで、結構気に入って使ってます。ちょっとね、今分解されてる状態なんですけど、これが寝掛かりした時に LINE に乗っけて、 落としていく重りで、先にね、こういう十字の切れ目があるんで、ここにスナップを引っ掛けて、スナップごとフックを伸ばして回収するっていう仕組みになってます。で、届きさえすれば、もう、ほぼほぼ取れる。そんな感じですね。針を伸ばして回収するんで、環境にも優しいですし、お財布にもね、優しいんで、かなりおすすめの一品です。はい。実際のね、使ってる使い方動画は、別の動画としてアップしてるんで、番組詳細欄にリンク貼ってるんで、気になる方はまたチェックしてみてください。 で、このルーバウノが返礼品としてもらえるのは、ふるさと納税のふるさとチョイスっていうサイトの山梨県鶴市。はい、こちらの返礼品でルーバウノがあります。こちらですね。こちらが寄付金額1万5千円。もしくは1万5千ポイントですね。で、もらえるようになってるんで、このルーバウノ自体が4千円から5千円。はい、そのあたりと、ちょっとね、値がかり回収機の中にしては割高な方で、なかなか購入しづらい。 いいう方が多いんですよねもっと安い値掛かり回収機使っちゃおうってされてる方が、はい、でもチェーンに引っ掛けるタイプの値掛かり回収機だと回収率がそこまで高くなかったりチェーンがフックに引っかからず何回やってもダメっていうことがあるんでルーバウのおすすめしたいんですけどその値段がちょっとネックになってましたで今回寄付金額1万5000円っていうことなんですけどこれ色々あるふるさと納税の中でもまあ妥当な方かなっていう感じですね1万5000円で5000円ぐらいの回収機がもらえるんででそれだけでもお得なんですけど今後ね ルーバウのゲットしたら、値がかりをだいぶ減らすことができるんで、そういう意味でも多分1万5千円回収できるはずです。はい。で、このふるさと納税の仕組みなんですけど、こうやって、えー、好きな自治体に寄付をすることによって返礼品をいただける。そして、所得税、住民税の還付、控除を受けられるっていう仕組みになってます。えー、実際自分がどれぐらいふるさと納税で使った方がいいかっていう計算シミュレーションがふるさとチョイス。 はい。このサイトにもありましたんで、一度ね、そこでチェックしてもらって、もし寄付金額がこの1万5千円より高い場合、寄付した方がいいよみたいな出た場合は、もしね、他にサイト見てみて、いいものがなかった場合とか、はい。ずっとルーバウノが欲しかったっていう場合には、ぜひぜひ寄付していただいて、ルーバウノいただいてみてはどうでしょうか。はい。ということで今回は視聴者さんから教えていただいた、ふるさと納税ルーバウノの,の紹介でした。よろしければ、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。